この時間は岡山対清水、こちらをご覧いただきます。このゲームの舞台はローマオリンピコ、1953年に建設された歴史あるスタジアムですが、その名を聞くだけで数々の激闘の記憶が呼び起こされる人も多いかもしれません。天候については現在こちら現地は晴れています。今日は好条件でのデーゲームとなります。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。岡山はこの試合は 4-3-3 のシステムです。そうですね、両ウィングが注目になりますよね、はい、ワイドに開くことによって中央から相手ディフェンダーを引っ張り出せますし、そこにクロスを入れていくか、あるいは両ウィングはスピードがあるので、やはり切れ込んでいくということも一つの狙いですよね、まあ、あとは何といってもボランチが重要になってくるんですよね。なるほど、ボランチですが役割としてはもうアンカーですね。そうですね、この場合はアンカーですよね、はい、ボランチは中盤の底から起点になってビルドアップしていく攻撃型と、ひたすら走ってカバーやプレッシャーに行く守備型がありますけども、そのバランスを考えて引っ張っていけるかがポイントでしょうね。さあ、ご覧のようにゲームはすでに始まっております。岡山対清水、エキシビションマッチです。サイドをご紹介しましょう。右から左に清水、左側が岡山、後藤、立田、竹内へ素早いパスで攻め上がっていきます。後藤へ、ふわっと裏を狙う、このスルーパスは通りません。木山、宮崎へ、ヨルディバイス、木山、斉藤へ、宮崎へ、宮崎へ、斉藤へ、裏のスペースを狙う、シュート、もうここしかないというコースをきっちり決めてきます。いや、気持ちのいい一発でしたね。おそらく分かっていても止められなかったでしょうね、今のは。早くも1点先制と幸先いいですね。これは自分たちのサッカーがしやすくなったでしょうね、はい、先制できたこともそうなんですけども、それ以上に時間帯がいいでしょうね、立ち上がりのリードはゲームの主導権を握りやすくなりますからね。そうですね。斉藤、宮崎へ、裏へ届くか、ここはキーパー処理しました。鈴木、片山、サイドを縦に走らせます。仕掛けるタイミングを図る、竹内へ、原、ここで前を向けるか、ボールが上がる、このクリアボール次へつなげたい。さあ、カウンターを仕掛けます。河合、ヨルディバイス、大きく縦へ、斉藤へ、岡山、この序盤に先制点を奪いリードする幸先いい展開ですね。こう序盤でリードしてますからね、非常にいい形で試合に入ってるなという印象ですよね。コーナーキックのチャンスになります。これを拾いたい清水、細かいパス回し、ミドル、惜しい、
竹内、竹内へ縦へのボール、ここ拾って次につなげたい岡山、徳本、これはスローインとなります。左サイド上がります。うわ、まだいっか。プレッシャー。竹内。いけるか。ドルーズボール。うまいですね。中央へ折り返す。岡山、あわやというシーンでしたが、ここはしのぎます。長いボール縦へ、ヨルディバイス、河合、左サイド上がるか、斉藤へ、プレスからボールがこぼれる、後藤、チャレンジはしません、後ろに流す、長いボールを送ります。鈴木、大きく前線に入れます。柳、川野、大きく縦へ、斉藤へ、さあどうする、さあ右へ預けて、一旦前を取る、斉藤へ、河合、斉藤へ、サイドのスペースへ走らせる、斉藤、さあどこに出してくる、アーチのようなパス、川野、クロスを選択、チャンスを演出できるか、岡山、ここでファールをもらいます。たまらず行ってしまいましたね。いやー、かなりいい位置まで持ってかれましたからね。やむを得ない選択だったんでしょうね。さあ、いい位置です。追加点のチャンスです。クロスを上げる、危ないところでしたが、なんとか切り抜けます。来た、シュート、うおー、いやー、清水、ここはポストに救われます。これはギリギリじゃないですか。これ竹内、縦へのボール、ここは通しません。デューク、さあここでカウンター、これもファウルですもんね。組み立てながら攻め上がっていく河合、サイドを使います。ワンツー抜け出すか、岡山、このファーストハーフ中盤に1対0のリード、さらにはポゼッションで相手を上回っている状況です。今状況的に非常にいい時間帯と言えるんじゃないでしょうかね。あとはこれがどこまで続くかが注目ですよね。長いボール縦へ、
竹内、長いボールを振ります。さあ左サイドへロングフィードで狙う。原、長いボール縦へ、一気に縦へのアーチ、これを拾いたい岡山。ボールの奪い合い激しいものがあります。後藤、ここは奪います。中山、ここ来ましたよ。オフサイドになります。斉藤、川野、斉藤へ、木山、斉藤へ、川井、さあ左へ預けて、足元大事に行きます。ゆるく狙ったボール、原、危ないシーンでしたがここはクリアの対応。コーナーキックです。短く出す、丁寧に足元を使う、上げてくる、ボール、ジャストで合わせましたが決まりませんでした。この辺のねクロスの精度、ここがやはりゴールまでシュートを持ってくるのかどうか決まってますからね。ディフェンダーに寄せられてましたけどもシュートまで行きましたよね。ちょっと悪い選択ではなかったですよね。岡山、決定的なチャンスを迎えたシーンでした。クロスが入る、このクリアボール拾いたい。岡山としてはもう前半終盤なので無理はしないでしょうね。このままリードでハーフタイムに行きたいでしょうからね。徳本、河合、木山、斉藤へ、細かくパスをつないで攻め込んでいきます。デューク、裏へのスルーパス、このボールに触ります。ヨルディ・バイス、ボールを受けて、中山、かわいい、パスでつないで攻め込んでいきます。岡山、片山、43分です。この位置で受ける、ここで丁寧にコントロール、中は枚数います。上げてくる、どうだ、中山、中山へ、ファーストハーフアディショナルタイムです。裏へ出るか、川野、木山、竹内、
右サイド上がっていく。ここで丁寧にボールを扱う。中はマイスイル。これ仕掛けるか。ここでレフリー、前半終わりの笛を吹きました。45分間戦って1対0。さあ北澤さん、前半の印象をお聞かせください。岡山としてはゲームが始まってから何本もシュートを打ってましたけども、なんとか1点入れたという感じですよね。攻めの形はできているので、しっかりコースを作ってから狙っていくことですよね。岡山対清水。岡山1点先制して前半を折り返します。後半です。岡山1-0リードです。鈴木、片山、大きく縦へのアーチ。さあ繋がるか。いいボールですね。川野、いいプレッシャーです。縦へ送る。さあ一気にカウンター。岡山最終ラインまでボールを下げる。川野、裏のスペースを狙う。この位置でボールを受けます。ボールを下げてリズムを作るか。片山、縦へのボール、いいプレッシャー。川井、デューク、徳本、裏を狙う。クリア。このピンチをなんとか出します。スローインをカット、これは読んでいました。デューク、木山、デューク、仕掛けるか。サイドのスペースを使います。いい展開ですね。立つと危ないところでしたが、なんとか切り抜けます。ここはアウト、出てきた。いやー、ポストに阻まれた形になりました。いや本当に数センチギリのところですよね、狙ってる範囲はね。岡山、入ってもおかしくない決定的なシーンがありました。原、スペースを狙う。このボールはカットされます。ヨルディバイス、柳、大きく縦、川野、デューク、川井、アーチのようなパス。これはクリア。ハワイへ。ああ、いい展開ですね。さあ上がる。これは再処理。長いボールを送ります。さあカウンターのチャンスになります。右サイドへ振って、巧みなフェイント。岡山、このセカンドハーフ序盤を1点差でリードする展開になっているんですが、北澤さん、この後どうご覧になりますか。まずはこの時間で 1-0 の展開ですよね。これは非常にシビアですよね。次の1点で決めに行きたいところで、逆に取られたら追いつかれる。スーゾン、頭にピンポイントで合わせたんですが、ここは決まりません。最後崩されましたよね。突破されてスーゾン守りきれてないですよね。今のは清水、チャンスを迎えたシーンがありました。川野、川井、柳、田斉藤へ、後藤。さあカウンタースピードを上げたいところ。いけるか。縦へのボール、カウンターを仕掛けていきます。これ仕掛けるか。
もう一つ前に行きたい。柔らかいボール、ここまでご覧になっていかがですか、北澤さん。時間的に相手も動いてくるタイミングですからね。それにしっかり対応して失点しない心がけをしていくことが重要でしょうね。立田、原、さあ左サイドへ、撫でるようなボールタッチ、竹内へ、クリアです。竹内へ、サイドを縦に走らせます。ここは間合いを取る、中央、ここ拾って次につなげたい。岡山、後藤、竹内へ、いけるか、シュート。清水としてはこのやり方を続けていけばいいと思いますね。はい、積極的に行きたいですね。これはチャンスだ。素早いパスで攻め上がっていきます。竹内、中山へ、原、右側から上がっていくか、一人で行く、中山へ、中上げる、ディフェンダー集中力いいですよ。サイドへ、仕掛けるか、長いボール縦へ、河井、これはなかなかこじ開けられない。フリーだ、クロス、宮崎、川野、河合、川野、さあ左へ預けてカウンターを仕掛けます。そのいか、さあ上げる、中央へ、柳、河合、後半ももう3分の2が経過しています。サイドを使う、川野、とこぼれてる、これ1点取ってたらもう試合は決まってたようなもんなんですけどもね。鈴木、中山へ、後藤へ、スルーパスを出す、 いいボールだ、走りまくっています。仕掛けるタイミングを図る、ちょっと慌てましたかね。でもまだ時間ありますから分かりませんよね。斉藤、プレッシャー、清水、ここでファールを取られます。してしまうと非常に厳しくなりますからね。ディフェンス集中してますよね。
清水、先ほどから前線のプレスに人数かけて激しくいってますね。そうですね、前線で奪えれば即チャンスですからね、うん、非常にスタミナ消耗が激しいフォアチェックですけども、はい、相手としては大勢でプレスに来られると焦りますからね。確かに冷静さを欠いた対処と言えそうです。しかし北澤さんがおっしゃる通りスタミナは使いそうな戦術ですね。間違いないですね、チーム全体の連携とタフさが必要な守備と言えますけどもね、うん、いつまで持つかっていうところですよね。そうなんですよね。ここでのパスは危ない。プレスからボールがこぼれる。岡山、この残り時間を北澤さんどう戦えばいいんでしょうか。まずはここでの失点は絶対に避けたい場面ですよね。決して無理をしないことが重要ですよね。時間を稼ぐ形でその都度相手に対応していくのがいいと思いますけどもね。ヨルディバイス、ヨルディバイスからこのフィードパス、もうパワープレーで行ってもいいと思うんですけどもね。岡山としてはこのまま終わりたいですよね。そうですね、タイムアップまでもう間もなくです。今日はこのまま勝ちを奪いたいところですね。中央へ、このクリアボール次へつなげたい。デューク、またファールだ。スルーパスを狙う。岡山としてはこれだけ奪えてるっていうことはミドルサードではほとんど仕事をさせてないですよね。斉藤、どうする。斉藤へ、この後ですよね、しっかりと切り替えたいところですよね。来た、これは。さあどうすると、ボールはうまいですね。後藤へのボール、これ仕掛けるか。ファーサイド、岡山、ここクリアで難を逃れます。一旦前を取る。サイドのスペースを使います。この辺は人に対して厳しく言ってますよね。今試合終了、1対0、岡山勝利です。接戦をものにしました。結局前半のゴールが決勝点。北澤さん、試合をご覧になってのコメントをお願いします。岡山としては前半リードを折り返していい雰囲気で後半に入れたのは大きかったですよね。まあ追加点は挙げられませんでしたけども、しっかり守れてましたし、いい試合運びができたと思いますよ。はい、そうですね。さあ皆様、お別れの時間となります。本日の試合解説には北澤剛さんをお招きしてお送りいたしました。北澤さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。岡山1点を死守、勝利を収めました。